はい、こんにちは。治療科の岡田裕二です。今日お伝えしたいのはこちらです。新型コロナウイルスのメッセージマップ的意味とはということで、今日はお伝えしていきたいと思います。まあ、今話題のコロナウイルスですね。コロナウイルスを、まあ、メッセージマップ的にはどういう解釈意味があるのかっていう部分をお伝えしていくんですが、まずメッセージマップっていうのはその体の症状とがそれがどの場所に出るのかっていうことで、まあ、その背景にある潜在的な意味ですね、こういう意味がありますよっていうのをお伝えしてるっていうシリーズになってくるんですけど、まあ、それをこう今回はこのコロナウイルスっていうのはどういう意味があるのかっていうのをお伝えしていきたいと思います。まあ、今世界中でまあひどいことっていうかえらいことになってしまってますが、これにはやっぱり全て意味がありますので、まあ、それを意味を悪いものと取るのか、もしくはこれは必要なものと取るのかによって全く変わってきますので、まあ、その辺も踏まえて今日はお伝えしていきたいと思います。でまず今日ですね、一番最初にまずお伝えしたいのがこのウイルスってやつです。ウイルスで、まあ、コロナでもインフルエンザでも風邪とかでも何でもいいんですけど、ウイルスっても無数にあるんですが、そのウイルスっていう部分が、まあ、今回だったら原因となって、まあ、いろんな症状ですね。コロナであれば熱とか咳とか肺炎とか、いわば呼吸器を中心として症状を出してますよっていうのが特徴になってきます。じゃあそのウイルスがじゃあ原因なのかっていうことなんですが、まあ、これ、私のこう解釈的にはウイルスっていうのはその原因ではなくて単なる媒体っていう形です。媒体、要はここに、まあ、今隠してますが、原因があってでその結果が、原因があって結果とすると、その媒体になっているのがウイルスっていうことです。なのでその原因を要は、形としているのがこのウイルスの役割っていう形になってきますので、ウイルスっていうのは基本的にはその大きな意味で言うと原因ではないっていうことになってくるんですね。じゃあそのウイルスのその背景になっている原因は何なのかっていうことなんですけど、これがこちらになります。そう、感情ですね。感情、要は感情が、要はウイルスを使って例えば落ち込んだりとか、した時に風邪ひきやすかったりとかね、あと何ですか、インフルエンザにかかりやすかったりとかっていう、なんとなくこうイメージはつくと思うんですよ。要は気持ちが下がって免疫が落ちることによって、そういうウイルスに媒体してしまう、感染してしまうっていうのがあるんですが、要は、その感情ですね。感情がまず最初にあるっていうことです。なのでその感情を要は体で表現するために、それを媒体として仕事としてしているのがウイルスっていう考え方になってきます。今回のコロナウイルスであれば、ある感情があって、その感情が要は体に症状として出てくるっていうことになってくるんですね。でそうすると、こういう症状が出てきますよっていうことです。じゃあコロナウイルスの感情って何なのかっていうことなんですけど、コロナウイルスの感情は恐れですね。恐れ、コロナに関しては恐れっていう感情が、その背景にはあります。なので、非常に何かに対して、恐れてるっていう部分が強い方っていうのは、コロナウイルスとかに感染してしまうとこういう症状が出てきやすいっていうふうにあります。で恐れっていうのは、まあ、皆さん誰でも 100% 皆さんありますので、まあ、だから皆さん感染するリスクが全員あるっていうことなんですが、その恐れっていう部分が非常に一つは今回はポイントになるかなと思います。でそうすることによって、その今回のコロナ、ウイルスであればこういう症状が出てくるんですね。じゃあその呼吸器の背景ですね、メッセージマップ的にその呼吸器に出る 背景には何があるのかっていうことなんですけど、呼吸器であれば、これですね、要は簡単に言うと、要は環境的にこう息苦しいということです。要は呼吸って息をするところなんで、呼吸器に問題があると要は息ができないんですね。なので息をするのがこう苦しいっていう状態になってきます。息苦しいってやつですね。なので、要は呼吸器に問題が出るっていうのは、こう息苦しさっていうのがあるんですよ。息苦しさっていうのはイコール本当に息苦しさになってきますので、今生きている環境、もしくは今までの人生においての環境において、何かしらすごく窮屈、要は息苦しい環境で育ってきたとか、生活してきたとかっていう部分、それはお金なのかもしれないし、対人関係かもしれないし、
生まれ育った環境なのかもしれないし、人によってまあそれは全然違うと思うんですけど、何かしら息苦しい環境、要は不自由さっていうのが、自分はこう要は自由ではないっていう思いですね。不自由っていう思いがあると、非常にこういう症状としては、まあ、表現しているっていう部分があります。で、コロナウイルス、今、状況を見てもらうと分かると思うんですが、まあ、要はもういろんな海外にももちろん規制がかかっていけないし、要は家からも出るなっていうような状態が今続いてて、非常に窮屈で不自由な生活を皆さん強いられていると思います。まさしくコロナウイルスが表現しているのがこれなんですよ。不自由さ、息苦しさっていうことです。まさに今のもう世界の環境がもうまさにこうなってしまっているっていう部分なんですね。なのでコロナウイルスが表現するっていうのは、まあ恐れっていうのがあるんですけど、恐れを抱く、要はその、なので人生において何かにおいて恐れを抱いているっていう部分があると、要はその息苦しさっていう部分ですね。何かに恐れることで息苦しい環境がある人っていう部分は、非常にコロナウイルスに感染するリスクっていうのが高くなるっていうことです。なので、この不自由さっていう部分ですね、この辺が、まあ、恐れとか不自由さっていうのが今回のコロナウイルスの表現したかった部分っていうものになってきます。じゃあコロナからのメッセージとしてはこれどういうことかっていうと、要は恐れっていう部分をまあ手放しましょうってことですよ。恐れ、何かに対しての恐れっていうのは皆さんあるかと思うんですけど、その恐れっていうのを手放して一歩前に進むっていうことです。勇気を持って、まあ、それが一つポイントかなと思います。それが不自由さが今度自由に変わる一つのポイントですよっていうのを教えてくれてるんじゃないかなと思います。今までの人生とかにおいて、生きてきた環境において何かに対しての恐れっていう感情を抱くことによって、不自由さっていうのを今まで表現してきましたっていう部分があるんですね。なのでそれを一回その恐れを手放すことによって自由を手に入れましょうっていうことです。2020年から新しい時代に入ったって、まあ、よく言われてますが、その新しい時代に入った途端にコロナウイルスっていう部分が蔓延してるっていう状態なんですね。これにはこれにやっぱり意味がありますので、そのコロナウイルスの表現するこういう恐れとか不自由さ、息苦しさっていうのを、要は恐れを手放すことによって新しく、まあ、チェンジですね、自由っていうものに変えていきましょうっていうことです。なので、まあ、本当の意味での、まあ、2020年から自由っていう部分が、まあ、始まるスタートの年なのかなと思います。まあ、それを表現するためにコロナウイルスっていう部分が要は今蔓延することによって、一回そういう感情を恐れっていうのを出すことによって、で一回出してしまうと、まあ、体の病気と同じですね。一回外に出すことによって、風邪とかでもそうです、熱とか咳とか鼻水とか出すことによって要は改善していくっていうのは同じことで、まあ、この地球上とか集合意識に溜まってる恐れとか不自由さっていうのを一回表面化させることによって、要は新しい時代を切り開いていきましょうっていう、まあ、メッセージとして私はいい方に捉えています。ということで、まあ、こういう解釈の仕方もあるっていうふうに、まあ、頭の中に入れていただくといいんじゃないかなと思います。ということで今日は以上、新型コロナウイルスのメッセージマップ意味とはっていうことでお伝えさせていただきました。まあ、ぜひ何らかの参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。ということで今日は以上です。ありがとうございました。